どうも、かなりお久しぶりです。ちまきです。元気でしたか？漫画読んでましたか？僕は元気じゃなかったですよ。仕事が忙しかったからね。はい、ってことで、今日本にはたくさんの人気漫画があります。勢いのある若手漫画家が次々登場してくる中、今の漫画界を築いたといえるベテラン漫画家もまだまだ現役で活躍している素晴らしい時代だと思います。そんなベテラン漫画家たちの人生を綴った漫画があることを知っていますか？そう、自伝漫画です。大御所となった漫画家が自分の漫画家人生を振り返り漫画に書き起こした自伝漫画といえる作品が近年じわじわと広がっているんです。今日はそんな自伝漫画の中でも特におすすめな作品を紹介したいと思います。どうぞ。青い炎。まあ一発目はこれでしょう。熱血漫画家島本和彦先生の自伝。現在連載中の自伝漫画の中ではナンバーワンだと僕は思っていて、キャラクターのディフォルメや物語の誇張加減が絶妙なのはもちろんなんですけど、そもそも島本和彦先生が歩んできた人生が面白すぎるっていうのが強すぎるんですよ。エヴァの庵野秀明監督や岡田敏夫さんとか、そうそうたるメンツに囲まれた学生時代からプロデビューしてから関わった多くの有名漫画家が次々登場して、オタクとしてはたまらんのですよ。そんな有名な人物たちを中心に80年代のオタクシーン、サブカルの時代の移り変わりが体験をもとに鮮明に描かれていて超面白い。まだデビューすらしていない、漫画を読みアニメを見ているだけの大学時代、彗星のごとく現れた天才足立満の面白さに気づいているのは自分だけだと息巻いて、的外れな分析をして上から目線で批評する、そんな痛々しい黒歴史を恥ずかしげもなく漫画で披露する荒技よ。すげえよマジで。1978年の漫画虫。ギャラリーフェイクグーグーガンモの細野富士彦先生の自伝漫画で、大学生だった細野先生が漫画家を目指す過程を描いた作品。複雑な家庭に生まれ育ち、逆境にあれがってプロデビューを果たした細野先生の半生を知ることができるんですけど、この作品の特徴は何といっても当時の漫画業界のことがかなり細かく描写されているところ。スタジオヌエでの修行の日々、そこを中心にアニメ業界の有名人が続々出てきます。ただある程度当時のことを知っている人、当時に興味がある人が楽しめる作りになっているのかなと僕は感じました。70から80年代の漫画シーンに興味がある人や当時を体験してきた漫画ファン、細野先生のファンの方は必見の内容です。つまりある程度当時の知識がある人や当時を知りたいと思っている人、細野富士彦先生の熱いファン以外の人が読んだ時に読み物としては微妙かも。ちなみに青い炎にもちらっと細野富士彦先生とのエピソードが描かれているんですけど、この作品を読んだ上でそのシーンを読むと感慨深いものがあります。バラは修羅場で生まれる。70年代少女漫画アシスタント奮闘記。1970年から80年代に活躍した少女漫画家笹尾奈美先生のエッセイっぽいんですけど、ここは自伝漫画として紹介させてください。実は僕こんだけ漫画読んでいながら少女漫画には結構疎くて、失礼ながら笹尾先生も存じ上げなかったし、作品も読んだことがないんです。多分そんな人かなり多いと思うんですけど、安心してください、知らなくてもめちゃくちゃ面白いんで。少女漫画の制作の裏側を知る機会って全然なくないですか？時代は違えど少女漫画の制作現場を知る作品ってかなり貴重な存在だと思うんですよ。それだけで僕はめちゃくちゃ面白く読めました。笹尾先生が当時アシスタントとして入っていた現場でのエピソードがたくさん書かれていて、あのガラスの仮面の三内鈴江先生、いつもポケットにショパンの倉持房子先生など、昭和の少女漫画界を支えた有名漫画家さんたちの苦悩や過酷な現場での修羅場やあるあるが可愛らしい少女漫画タッチで描かれます。コミカルな雰囲気なんで話があまり重くならないっていうのが嬉しい。食事や睡眠もままならない修羅場の中で笹尾先生が見た大作家の顔や作品の裏側が満載。作者さんの顔をその人の作風に寄せて書いてあったり、リアクションが古き良き少女漫画風に書かれていたりと、笑いどころも十分。笹尾先生は現在60代らしいんですけど、60代とは思えないくらい今の時代の絵にアジャストしてきてるのにめっちゃ驚きました。当時の少女漫画風の表紙も可愛くて面白いですね。少女漫画ファンなら必見。明日のジョーに憧れて。風光やドリームスの川三番地先生の自伝。川三番地先生が巨匠千葉哲也先生の現場で修行した時の話で、これも自伝というより川三番地先生から見た千葉哲也の職場を描いた作品っていう感じですね。超人気漫画家千葉哲也に憧れた漫画制作の知識も技術もない川先生が千葉プロに入社し、一人前の漫画家として成長していく姿が見られます。この作品の面白いところは当時の漫画制作現場での創意工夫や技術が知れるところ。様々な便利道具が開発され、デジタル化が進んでいる現代ではすでに失われたかもしれない漫画制作の職人技が見れるのがいいですね。漫画に並々ならぬ情熱を持った千葉哲也先生のお言葉とか、その意思を受け継いだ先輩アシスタントからのアドバイスとか、読んでて思わず熱くなっちゃうシーンが盛りだくさん。漫画を描いてる人ならこれを読むとモチベーション爆上がるよ。キネモスのたれ日記。そしてこれがその巨匠千葉哲也先生の自伝。80歳を超えた巨匠が自らの人生を振り返り漫画にしています。戦争を経験した過酷な少年時代の話や家族の話、漫画と初めて触れ合った話や漫画家を目指した話、プロとして漫画家デビューした時の話、そして現在の生活の話まで、とにかくバラエティ豊かないろいろな話が読めてめちゃくちゃ面白い。僕自身世代が全然違うので、特別千葉先生のファンっていうことでもないし、千葉作品を読みまくってるわけでもないんですけど、そんなこと関係なく、ただ単純に漫画として面白い。80歳を超えてこれだけの作品を描けるってとんでもないぜおい。話の雰囲気としては藤子不二雄 A 先生のパーマンの情熱的な日々に近い作りですかね。やっぱりこの温かみのある絵が最高。絵を見てるだけでも満足できる作品。青春少年マガジン。
一味の三四郎、柔道部物語の小林誠先生の自伝、俺はガチですごい読むべき。小林誠先生の漫画家デビューから人気漫画家になるまでを描いた作品、掛け持ち連載当たり前だった当時の週刊連載の過酷さ、地獄をリアルに描いてます。週に8時間しか寝れない、手が動かなくなったからガムテープでペンを指に巻きつけて書き続けるとかね、やばすぎ。そんな無茶苦茶な環境でお互い競い合い、熱い漫画論を交わし、過密なスケジュールの中でしょっちゅう会って遊んでいた2人の親友でありライバルの小野伸二と大和田夏樹。この作品は彼らとの友情の記録でもあるわけですけど、一緒にバカやってた漫画家の親友たちが過酷な環境で心を壊し体を壊していく様はコミカルな絵柄で描かれてはいるけど、かなり心にきます。自分たちの健康と引き換えに人気漫画家へと成長していく中で生まれる後悔や限界を迎える精神、漫画家人生での楽しいこと辛いことが絶妙なバランスで描写されていて、ぶっちぎりで面白いです。自伝漫画ですけど一冊で完結してて、普通に読み物としてもめちゃくちゃ面白いから、これはマジで強くおすすめします。これ読んで漫画家になりたいって思うやついんの？いねえよな。番外編、そして僕はゲドーマンになる、ドーベルマンデカの平松先生の自伝。なんで番外編にしたかって、よくわかんねえからだよ。これは数ある自伝漫画の中でもひときわ異彩を放つ毛色が違う作品、っていうかもう意味わからん。どこまでが本当でどこからがフィクションなのか、どこまで本気でどこからがネタなのか、これは僕なのかそうじゃないのか、とにかくぶっ飛んでる作品、多くは語らないっていうか語れないので、この作品の存在だけ知らせておきます。面白いかどうかは知りません、責任を取れません。はい、いかがでしたでしょうか。久しぶりなんで熱が入っていつもよりボリューム増してお送りしました。なんか漫画読みたいなと思った時の参考にしていただければ。ではまた。